上武装一家チャンネルをご覧いただきありがとうございます。こちらです。今、脇がの手術から4日3日経ったんですけど、今の状況としては、ちょっと痛みがあるかなっていうぐらいで、まあ、手術したっていうよりはだいぶ収まったかなっていう感じです。で、2日目の状況と3日目の状況を話すんですけど、2日目の状況は、次の日がちょうど学校だったんですけど、やっぱり汗、その間に汗をかいたりとかするとすごくその汗が染みて痛かったです。で、まあ、その2日間ぐらいはお風呂に入れなくて、まあ、入れないっていうか、こっち側に、脇の方に水を当ててはいけないのでお風呂に入れなくて、3日目で入りました。で、2日目はすっごい痛くて、もう泣きそうなぐらい痛かったんですけど、で3日目になるとだんだんそれも収まって、ただまあ完全に痛くなくなったかって言われると痛くなくなってはないっていう感じです。で、今、対処としてやってることが、骨折にするときのこういう三角筋のこうするやつで、勝手に腕が上がるのでちょうど痛くない体勢になるっていうので、私は今これをやって生活しています。まあこう今だいぶいいんですけど、2日目まではこう普通に腕を下げるだけでも痛い状況だったので、まあだいぶ収まったっていう感じです。術後にそうめん流しのように血が流れるっていう話をしたんですけど、私の場合は、血は流れずに、一応そのガードはしてたんですけど、血は流れずに普通にしていました。で、この後その動画、画像を載ってるんですけど、ちょっとグロいのとあんまり肩が上がらないのでしっかりとは映ってないので参考にならないかもしれないんですけど、ぜひよかったら最後まで見てください。最後までご視聴ありがとうございました。